助けてもらったようだな。形かな。サキア、大変なことになった。本が閉じちまって、その中にサキが閉じこもっちまったんだ。サキが？教えてくれ。この本は一体何なんだ？この本は、サキをこの精神世界に定着させるためのシステムだ。 だってここはサキのコスモスフィアだろ。今こそ真実を話す時かもしれんな。少々衝撃的な内容かもしれない。心して聞くがいい。ああ、サキというレイバテイルの主人格は私、サキ・アルメイだ。サキは私の中に後から入り込んできた一人格に過ぎない。なんだって。 レベル1の時、サキと話ができなかったのを覚えているか。あれはサキの精神レイヤーが私のそれとずれた位置に存在していたために起こっていた。言うなら蜃気楼のような状態だ。そのレイヤーアドレスを私のアドレスに変換し、定着をさせていたのが本だ。すなわちこの本がサキと私のコスモスフィアをつなぐ媒体。 わかりやすく言えば、サキの精神世界への窓口なのだよ。そうか、そういうことだったのか。そなたは今までずっとサキにダイブしていると思っていただろうが、実際は私にダイブし続けていたのだ。本が閉じたということは、サキは自分の精神レイヤーとこの世界のレイヤーとの接続を切ろうとしているということ。今 かろうじてアルファージの木が挟まって防がれている状態だが、木がなければとっくに離れてしまっているだろう。なあ、もう一つ聞いていいか。本を置く前に綺麗な世界を崩壊させたのもお前だよな。なぜ？本を置くのにいろんなものが置いてあったら邪魔であろう。そんな。 だって、あの壊した世界はお前のコスモスフィアだったってことだろ。どうして自分で自分の世界を。私に与えられた使命が、サキを私の体に定着させ、主人格とすることだからだ。なんだって。それじゃお前は、私はもともと裏方になるべく生まれた。だから自らの世界を壊すのも本を定着させるのも 当初の予定通り。だけど、それじゃお前はずっと裏方で、全然表に出てこれねえだろうが。そんな人生って辛すぎじゃないか。何を今更。生まれた時からある使命が、今更何も辛いことなどないさ。それより、このままではサキがこの世界から離れてしまう。そうなれば、 また最初からやり直しだ。もうやり直してる時間はねえよ。なんとしても先に出てきてもらわねえと。サリベーラ、いるか。どうした。お前がこの世界の本当の心の森だったんだな。嘘も本当もない。他の人格の心の森も全員本物だ。そうだよ。